アレッポの戦いは、シリア内戦において2012年から2016年にかけて、シリア最大の都市アレッポで行われた戦闘。シリアの政府軍と反体制派が、アレッポ市内を東西に分断、長期にわたり激しい軍事衝突を繰り返したが、最終的に政府軍が勝利を収めた。市内の勢力図赤が、政府軍、緑が、反体制派、木が、 クルド人勢力、クロが愛するシリア北部アレッポ県の県庁所在地アレッポは人口で首都ダマスカスをも上回るシリア最大の都市でもある。大統領バッシャール・アルアサド率いるシリア政府軍と自由シリア軍やヌスラ戦線を中心とする反体制派の間でアレッポの支配をめぐり戦闘が行われた。アレッポの戦いの行方は シリア内戦の崇勢を決すると言われたため、ここでの戦闘はシリアで最も激しいものとなった。激しい戦闘の結果、深刻な人道危機が発生し、市民にも多くの犠牲が生じた。戦闘は4年に及んだが、その間政府軍は補給路を守り抜き、ロシアやイランからの支援獲得やアレッポ市内のクルド、人民防衛隊との協調に成功し、 徐々に勢力を盛り返し、2015年9月にロシア空軍による空爆が開始されると政府軍は攻勢に移り、2016年9月に反体制派が支配する市の東部を包囲。11月の攻勢では大きく勢力を広げ、12月についにアレッポの制圧を宣言した。この頃の中東ではアレッポの他にシリア内戦火の落下、 リビア内戦下のミスラタとベンガジ、イエメン内戦下のアデンとタイズ、イラクのモースルなどで生産な市街戦が相次いで行われた。これは軍事的に不利な反乱軍や民兵組織が一般市民に紛れ込み政府軍に対する軍事的不利を補おうとしていることが背景にあるとされている。シリア北部の勢力図アレッポの戦いにおいて作戦を練っている自由シリア軍の兵士アレッポの 反体制派は一枚岩ではなく、様々な勢力に分かれ、時に対立し合っていた。住民と一体となって、政権側に抵抗しているとされる。また、サウジアラビアカタールトルコなどからの支援に大きく依存していた。支援、2011年、チュニジアからアラブの春がシリアにも波及し、シリア内戦が勃発する。しかし、衝動アレッポは豊かな地域で、 政権支持率も高かった。そのため、アレッポ周辺の貧しい農村部で頻発していたハマッサド民衆放棄に脅威を覚える人々が多かったとされる。また、アレッポで行われた抗議運動も当初は穏健なものであったとされる。アレッポ県農村部では政府軍脱走兵や自警団らが武装勢力を結成し自由シリア軍を名乗っていた。2012年、 アレッポ軍事評議会が結成された。同年7月には、アブドルカーデルアレイ派を中心に、評議会の構成組織の内大将20が急合し、タウヒード旅団が結成された。徐々に戦闘が激化し、反対制派指揮官は動画メッセージで、アレッポを解放する戦いが始まったことを宣言した。破壊された車両アレッポは、中心市街地である旧市街の周りに、 住宅地が広がり、西部にはエリート層、東部には地方出身の労働者が多く暮らしていた。タウヒード旅団はこの市東部を襲撃し、政府軍を追い出して支配を固めた。また、クルド人勢力は北西部のクルド人地区、シェイク・マスクード地区を抑えた。市街戦により、この時点で民間人20万人ほどがアレッポから脱出したとされる。 アレッポに残された200万人以上の市民は攻撃、爆撃から逃れるため地下室に殺到した。シリア国民評議会は政府軍の攻撃に対抗するため火器の提供を求めた。反体制派は戦車を含む重火器を使い、アレッポ市内の3カ所の警察署を制圧した。しかし2万人超の政府系部隊がアレッポに展開する6000から8000人の 反対制派を包囲した。8月、政府軍が反対制派から中心部サラヘリン地区を奪回したこの頃、日本人ジャーナリスト山本美香が戦闘に巻き込まれて死亡した。花の地区を制圧した反対制派は、アレッポ東部を占領し、アレッポ西部を引き続き統治する、政府軍と戦闘を繰り広げることになる。なお、アレッポ市民の多くは、 郊外から侵入してきた反体制派を歓迎しなかったとされる。2012年9月、政府軍と反体制派との戦いで、スークが爆撃され、700件以上の店舗が消失し、歴史的な店舗の大半は失われた。10月には、大モスクが攻撃を受けて損傷した。アサド政権は、政権の心臓部であるアレッポを守るため、 ハサカやカーミシュリーを除くシリア北部のクルド人、居住地から撤退した。この結果、クルド民主統一党は、ハサカやカーミシュリーの一部や、アフリーン・コバニなどを支配するようになった。ここ数十年で初めて、ダマスカスの支配を逃れたアレッポの反体制派支配地域では、外国のジャーナリストたちが群がり、地元メディアと市民社会グループが次々と出現した。 ここにイスラム過激派も潜入し、反体制派は分裂、内部対立が深刻化した。シリア内戦の開戦1年間は反体制派がメディア戦争において圧倒していた。欧米の主流派メディアやアラブ世界のスンニ派系メディアは、シリア反体制派と結びつき、反体制派に好意的な情報を流し続けた。しかし、 アレッポ東部にメディアが入るようになったことで政府側のベッディ一族4人がタウヒード旅団によって拷問され殺される一部始終が報道されるなど反体制派の残虐行為が外部に知られるようになってしまった2013年5月には自由シリア軍将校ハリードハマドがバッシャールの犬どもよ貴様ら全員の心臓と肝臓はこうやって喰らってやる神は偉大なりと言って ナイフで政府軍兵士の遺体を切り裂き、心臓を取り出して口に運んだ。この映像は YouTube に流れ、反体制派のイメージを大きく毀損した。ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンは反体制派支援を否定する理由として、たびたびこの事件を持ち出した。アレッポの反体制派支配地域に勢力を持ったイスラム過激派はイスラム法廷を設置し、 イスラム法を強要し始めた。2013年には市内においてアルカイダ系組織のヌスラ戦線の活動が活発化。同年4月、ヌスラ戦線と政府側が大モスクをめぐり攻防を行う中でミナレットが爆破された。また、モスクの宝物が盗まれる被害が出ている。当初、反体制派はアサド政権と戦うためにアイスセルを歓迎していたが、 アイスセルが他の反体制派組織を支配下に置こうとし、一般市民に対して組織ぐるみで暴力を加えたため、関係が悪化していた。2013年後半と2014年、反体制派はダマスカスアレッポ間を結ぶ道路を寸断し、アレッポ国際空港を包囲した。しかし、数と四季に勝る政府軍に押し返された。2013年11月、アレッポ東部に 反体制派諸勢力の幹部たちが集まり、会議を行っていたところを政府軍に空爆された。反体制派の諸勢力結集を図ったため、先手を打って政府軍に攻撃されたとも言われる。4日後、反体制派諸勢力が結集したイスラム戦線の結成が宣言された。これには、反体制派の一部が自由シリア軍から離れイスラム化を図ったという面もある。また、 イスラム戦線は反体制派戦闘員を次々と殺していたアイッセルに対して攻勢を仕掛け、イラク方面でもファルージャで戦闘を繰り広げていたアイッセルはアレッポ周辺を放棄してラッカまで撤退した。しかし、アイッセルとイスラム戦線の対立は続き、2014年2月にはアレッポ市内でイスラム戦線の幹部はブーハーリドスーリーがチバクテロによって殺された。 2014年以降も空爆などにより市街地が破壊され多数の犠牲者が発生した。2015年3月、反体制派、ファトフ軍がアレッポ県の隣イドリブ県の県庁所在地、イドリブを占領した。これから2ヶ月ほどでファトフ軍はイドリブ県に残る大部分の政府軍を相当し、アレッポの政府支配地の孤立は深刻化した。さらに5月には、 ゴムスク県タドモルモアイスセルに占領され、政府内には動揺が走った。このことは結果的にシリアの同盟国ロシアを参戦させることにつながる。アサドとプーチン。シリアとロシアは強固な友好関係にあるプーチンは第70回国連総会の一般討論演説でアサド政権への軍事支援を宣言、各国に連携を呼びかけた。 ロシアやイランの支援を受けたシリア政府はアレッポで攻勢をかけ、湿地を回復していく。ロシア介入後も反体制派はアレッポで戦闘を有利に進めており、防御力の強化や他の反体制派支配地とアクセスできるトンネルの建設を怠った。また、政府側から持ちかけられた協定も跳ねのけていた。しかし2015年11月には、 ロシア軍の空爆が本格化し、塩素、ナパーアム弾、リンなど規制が議論されている兵器も投下されたと言われる。また、シリア政府軍にイラン人軍事顧問、ヒズボラ兵士、イラクアフガニスタン系民兵、パレスチナ武装勢力、そしてアレッポの一地区を支配するクルド系シリア人も加わり、反体制派に攻勢を加えた。 この結果、政府軍側がいくつかの主要地区を占領し、反体制派兵士は攻撃にさらされやすい地域へ退却した。2016年2月、ロシア空軍の支援を受けた政府軍、クルド人民防衛隊主導のシリア民主軍がアレッポ北部を攻撃し、トルコからアレッポやイドリブ県への補給路の一つを寸断した。この事態を受けてアレッポの反体制派活動家は、 アレッポ県北部の反体制派15組織にアレッポ軍として統合して政府軍に対して反転攻勢に出るよう呼びかけた。7月政府軍はアレッポの反体制派支配地を包囲した。しかし反体制派の反撃によってこの包囲は破られた。8月アサドはアレッポの戦闘員に対して3ヶ月以内に投降すれば 罪に問わないとする大統領令を発した。この頃、ロシア空軍の空爆によって、反体制派支配地に住んでいた少年オムランダクニシュが負傷したとされる。その救助は映像に捉えられ、アレッポの惨状の象徴として芝叩く間に、世界中に拡散された。9月、政府軍は、反体制派に奪われていたアレッポ南部を再奪還し、反体制派支配地を再包囲した。 これにより、アレッポの反体制派は移動、補給ルートをすべて失ったことになる。なお、この時点でアレッポの反体制派支配地には25万人の住民がいるとされた。この頃からアレッポの反体制派支配地に住むとする少女バナアルアベドがツイッターで街の様子を発信し始め大きな注目を集めた。11月に政府軍は、 反体制派に猛攻をかけ、4年ぶりに花の地区が奪還されるなど、物資が突きかけていた反体制派は一気に交代した。この構成で、反体制派は、アレッポ東北部の支配を失った。2016年12月22日、シリア軍総司令部は、アレッポを解放したと発表した。反体制派組織、イスラム戦線に加盟する、シャーム自由人イスラム運動幹部も、 事実上の撤退を認めた。破壊された市街地アレッポの戦いの影響でアレッポの夜の光は激減した。人工衛星から撮影したシリアの夜の画像を比較すると2011年と比べて2015年にはアレッポの97%の光が失われた。政府支配地では2016年時点で数年前に比べて物価が数倍に高騰した。内戦前より 給与水準が下がり、国連難民高等弁務官事務所の支援を受ける人も多かった。また、アレッポには周辺から逃れてきた人も多く、国立大学の学生寮などに多くの人々が暮らしていた。移動も難しくなり、ダマスカスまでかつては4時間で行けたが、騒乱が始まってからは10時間以上かかるようになった。反対制橋配置では、 経済的により厳しい環境に置かれた。政府軍によって包囲された2016年9月以降、住民の生活は支援物資に頼っていた。しかし、政府軍は反体制派支配地への補給を妨害していた。仮に支援物資が届いたとしても、ほとんどは武装グループによって独占され、一般住民には行き渡らなかった。食料の値段は高騰し、 小さな緑地でナスなどが栽培された。コーヒージャガイも果物などは市場に存在せず、日中に瓦礫で覆われた道路を走る車両は救急車か市民救援隊のものに限られた。郊外では反体制派の資金を得るためにプラスチックを燃やすことで石油の生成が行われていた。特産品であるアレッポ石鹸のメーカーも被害を受け、多くは廃業や 国外移転に追い込まれた。アレッポには2012年の時点で250万以上もの人々が住んでいたが、7月の戦闘で20万人が避難した。国連の推計によると、2016年時点でアレッポには反体制派の支配下に27万5 0人、政府の支配下に150万人の住民が暮らしているとされていた。しかし、戦闘が終わると、 反体制派支配地にいた人口は推計よりはるかに少ないことが判明した。アレッポはダマスカスと並ぶシリアの主要都市であり、政治的、経済的、社会的影響力も強く、人口も多かった。そのため、アメリカやトルコなどにはアレッポに反体制派の新たな政府を設置し、アサド政権を打倒しようとする構想もあったとされる。しかし、 アレッポの陥落によってこの構想は完全に破綻した。アレッポを奪還したアサド政権は反体制派やアイッセルに対して優位に立った。反体制派の敗北は確定的になり、残念ながら革命は終わったとする活動家も存在した。アレッポに駐留していた政府軍部隊はアイスセルとの戦闘に向かい、アイスセルが支配する落下圏に侵攻した。 戦闘終結から1年経った時点でも、旧反体制派支配地では電気、水などのインフラが破壊されており、自家発電機や国連機関の給水車に頼る人が多い。2017年2月には、トルコ軍の侵攻を受けた、クルド人勢力、ロジャバがシリア政府に接近し、アレッポ市、シャイフ・マクスード地区の支配を政府に移譲した。2018年11月、 政府が支配するアレッポ市街地で毒ガス攻撃が行われたとされた。国営シリアアラブ通信は反体制派が攻撃を仕掛けたと報道し、反体制派はこれを否定した。2020年2月、政府軍はアレッポ市北西部郊外を占領し、これによってシリア政府はアレッポ市全域を完全に奪還した。2016年12月19日、 シュートルコロシア大使、アンドレイ・カルロフがアンカラで射殺された。犯人の男は、アレッポを忘れるな、シリアを忘れるな、などと叫んでおり、ロシア軍によるアレッポの反体制派攻撃に行き通っての犯行と考えられた。アレッポの戦闘によって、大勢の国内避難民、難民が発生した。アレッポが陥落すると、二0十七年一月から七月末にかけて、 数十万人の避難民がアレッポに帰還したと見られている。アレッポか落直前の2016年12月、政府軍がアレッポに戦力を注いでいるヒマニアイスセルは、政府軍に奪還されたパルミラを再占領した。このため、パルミラ攻防戦が再び行われることになる。アレッポのように、政府軍による、包囲、公正と諸外国の仲介を通じて、反体制派を退去。 投降させ、政府の支配を回復する手法は他の反体制派支配地で何度も行われた。青山広之はこれをアレッポモデルと呼び、反体制派との停戦が軌道に乗るまで2017年に以下の4地域で適用されたとしている。なお、住民の大半は退去せず、投降した戦闘員も少なくない。ありがとうございます。